ボトロップはドイツ連邦共和国のウルトラインベストファー練習の都市。人口は約12万。ボトロップとも表記される。ルール地方に位置する工業都市。南はエッセン、西はオーバーハウゼン、東はグラウトベックに接し、近隣にはデュースブルク、ボーフムなどが位置している。ボトロップという地名は丘の上の村を意味するバースプに由来する。 1423年には市を開催する権利を得ている。1856年、市内で無塩炭を採掘しているプロスペルハニエル炭鉱の建て鉱が完成。炭鉱の時代を迎えて発展し、1919年に都市とされた。さらに、1921年には軍から独立し、特別市となった。第二次世界大戦では炭鉱が爆撃され、 被害を受けている。1975年に行われた州の自治体再編成の結果、周辺のグラートベックとキルヒャヘレントが合併した。しかし、これに不満を持つグラートベックが裁判で合併の合法性を争い、1976年の判決でグラートベックとの合併が取り消された。キルヒャヘレントの合併は維持され、現在のボトロップ市の一部となっている。 地域は南部、中央部、北部のキルヒヘレンという3つの区に分けられている。その後、プロスペルハニエル炭鉱は安価な外国産の石炭との競争に敗れて衰退。2007年、ドイツ政府が国内の無煙炭鉱を2018年末までに閉山すると決定したことで、プロスペルハニエル炭鉱は2018年12月21日に閉山した。宗教、 厚生費、ありがとうございます。